毎度ご視聴ありがとうございます。関西に行きたい欲がかなり高まっているウープ主です。どのようにして関西入りするかのルート構成を断るごとに考えてしまうくらい、行きたい欲があるんですよね。さて今回は、そんな関西とは真逆の方向に行き、乗って楽しい列車に乗ってきた模様をお届けします。それでは始めていきましょう。どこだよ。はい、今回は予定の都合上午後5時の鐘が鳴り響く川崎駅からのスタートです。この旅では、JR 東日本が発売しているお得な切符である、週末パスを利用します。まずは東海道線の普通列車に乗り込み東京まで行きます。東海道線の東京方面が、このチャンネルにおける川崎から北に向かう時の常用手段になっていますね。東京に到着です。乗車頻度の高い区間なので全カットとさせていただきました。ここから乗車していくのは、北陸新幹線の輝き515号です。これで長野まで行きます。輝き号に乗るのは第19回以来、北陸新幹線敦賀延伸後は初めてです。さて列車は埼京線の戸田公園駅を通過。埼京線で岩赤羽と大宮の間は、新幹線との並走区間になっています。今回は並走もすれ違いもありませんでしたが、この区間では運が良ければ新幹線と埼京線との並走が見られます。さて大宮を発車。以前お話ししましたが、輝き号の停車駅数は少なくなっており、ここと金沢の間では長野と富山のみ停車します。ちなみに輝き号は、お客様の数が多い時を除いて日中時間帯の運行はなく、その代わりに八鷹号が敦賀まで運転しています。さて長野に到着です。この列車はここで八鷹号との接続が行われます。長野駅での緩急接続はかなりレアです。ここからは一旦休憩を行うために快活クラブへ行くわけなんですが、せっかく週末パスを利用しているので最寄り駅までは長野電鉄で移動したいと思います。車両は8500系。東急線からは引退しましたが、長野電鉄ではバリバリの現役です。ということで長野の一つお隣、市役所前に到着。では休憩してきます。はい、おはようございます。しっかりと休憩が取れたので市役所前駅から鉄旅を再開します。まずは長野電鉄で長野に移動します。この列車は市役所前駅の長野駅一番列車になります。長野に到着です。長野電鉄では週末パスを利用できるので、今度はそれを活用して勘定してみたいですね。次の乗車電は、地味にレアな長野始発の八鷹591号です。これで週末パスのフリーエリアの限界、上越妙高まで行きます。さて飯山線との接続駅、飯山までやってきました。北陸新幹線と飯山線との接続はあまり良くなく、乗り換えが1時間以上後っていうのも普通にありえます。需要の関係か、この駅は一部の八鷹号に通過される悲しい駅になっています。上越妙高に到着です。この駅で越後ときめき鉄道に乗り換えます。この駅を境に北陸新幹線の管轄会社も変わり、ここから西は JR 西日本の管轄になります。さてここから乗車するのは、新井や上越妙高から新潟までを結ぶ特急白雪号です。これで新津まで行きます。車両は E653系1100番台。フレッシュ日立の付属編成として活躍していた車両です。列車は直江津を発車し JR 東日本のエリア内に入ります。直江津駅には越後ときめき鉄道の車庫が併設されており、ちょうど急行用の413系や普通列車用の ET127 系が誘致されています。最型通過。この駅からは北越急行北北線が分岐しています。電車で GO というゲームで、681系などを運転しつつこの駅を通過したという人もいると思います。だいぶすっ飛びまして列車は羽生田を通過。新津の車両工場で製造された新車は、この駅まで試運転がなされます。実際、南武線の E233 系も36本中35本がここまで試運転していたことがあります。さて新津に到着、ここで乗り換えます。ここからは、本日のメインと言っても過言ではない SL 磐越物語号に乗車し、会津若松まで行きたいと思います。ちなみに SL 列車に乗るのはチャンネル史上初めてです。この列車を牽引するのは C57 型蒸気機関車。後ろに客車が7両くっついていますが、諸事情で入線シーンを取れなかったので後で紹介します。新津を出てすぐ、進行方向左側には新津第一小学校があります。牽引中の C57 は、一時ここに保存されていた時期がありました。その名残で、今でもこの小学校で運動会が実施される時には、汽笛で応援が入るようです。磐越西線は、阿賀野川の横を走行する区間が多くなっています。この川の名称が途中で変わるというのは、第21回でお話ししましたね。
ところで、こういう系の列車に乗る際、左右どちらの席を指定しようか迷うことがあるかと思います。ですが、SL 版 S 物語には展望スペースが備わっているので、窓側以外のこだわりは必要ないと思います。今更ですが、SL 版 S 物語には記念スタンプがあります。これはいい旅の記念になりそうです。そして、この列車は5号車に売店があり、軽食やグッズの購入ができます。ということなので私もホットコーヒーと例のすごく硬いアイスを購入。これぞまさに車販の名コンビだと思います。さて列車は津川に到着。ここで SL の点検と給水のためしばらく止まるので、ホームに降りてみたいと思います。さてまずは客車の最後尾を撮影。会津若松行きの場合最後尾はグリーン車になります。この列車のグリーン車のチケットはプラチナ級で、販売開始日の10時に予定を空けておかないと乗るのは至難の業です。ちなみに側面は臨時表示でした。この客車を他の臨時列車で使用することを想定しているのでしょう。またこの駅では点検と給水のついでにニーツ駅の普通列車と行き違いをします。以前は途中の徳沢駅でニーツ方面行き列車と行き違いをしていましたが、今では津川駅での行き違いに変更されています。磐越西線の津川と大和の間は、SL の点検や給水が必要になる時点でお察しかと思いますが、山間部区間が続きます。この区間では、景色が木々に遮られることが多く、車内の売店もしくは津川駅ホームで購入した飲食物をたしなむちょうどいい時間になりそうです。さて大和に到着。山間部区間を抜けたこの駅では、SL の点検作業が実施されます。ということなので改めて C57 の写真を撮影。ここではアテンダントさんによる記念撮影もしてもらえます。まあ私はしていませんが、北方発車。この駅からは仙台近郊区間に入り、スイカの仙台エリアになります。及川通過。この駅を含めた一部の駅は、普通列車ですら通過する便が存在する駅になっています。さて会津若松に到着。SL 版 S 物語にはまた乗ってみたいですね。さてここで昼食休憩を取り、ここからは磐越西線の定期普通列車で一旦北方に向かいます。この区間は先ほど SL 磐越物語で通ったので全カットして北方に到着。改札前には、会津地方の方言で来訪を歓迎する看板が設置されています。さて北方から乗車するのは、今年4月にデビューした里野です。この磐越西線内では会津里野として運転されます。今回はそんな会津里野を終点の郡山まで乗車したいと思います。さてまずは座席のご紹介です。全体はこんな感じ。この列車に使用される HBE300系は様々な臨時列車で使用されています。となると、様々な場所に同形式が所属していることになるわけですが、基本的に内装は共通となっています。なので、普通車のリクライニングシートのご紹介は今回乗車している里野のものを代表とします。リクライニングの倒れる角度はこれくらい。特急列車の普通車指定席とほぼ同じ倒れ具合な気がします。テーブルは座席背面にあるものと、インアーム式のものがあります。多分グループ利用を想定しているのでしょう。側面表示は、里野の単体表示でした。会津里野用の行き先表示は用意されていないのでしょうか？さて列車は塩川に到着。この列車は塩川通過ですが、反対列車と行き違いを行うため運転停車します。ちなみに行き違い列車は先ほど乗った SL 磐越物語の袋便でした。SL 磐越物語は、往路便のみ塩川に停車し、袋便は塩川に止まりません。なので、あの列車は運転停車もせず通過していきました。さてここで本日2回目のすごく硬いアイスのお時間です。SL 磐越物語ではバニラアイスを食べたので、ここでは宇治抹茶味のすごく硬いアイスをチョイス。そして久々の硬さチェックなんですが、結構硬かったです。買ってから食べ終わるまでには15分程度かかりそうです。さて列車は会津若松を出て最初の停車駅、猪苗代に到着。この列車は磐越西線の定期快速列車よりも停車駅が少なく、ここを出ると郡山まで、磐梯熱海以外の駅は通過していきます。あとこの列車、満席になっています。1日3往復ある快速会津号の指定席の間隔で利用する人が一定数いるのでしょう。なので、どうしても会津里野に乗りたい場合、駅ネットの事前受付を使い指定席を申し込んでおくことをお勧めします。さて最後の停車駅、磐梯熱海を発車。この駅周辺の地名は、静岡県の熱海温泉の名を鎌倉時代に拝借したものになっています。駅名に関しては、静岡県の熱海駅と区別するために、磐梯熱海という名前になっています。一時期熱海駅を名乗っていた時期があるようなんですが、さて郡山に到着。会津里野、結構快適でした。9月末までのど休日に運転されるようなので、皆様もぜひ一度乗ってみてはいかがでしょうか？
さて乗って楽しい列車を満喫したので、帰ります。ここからは東北新幹線の那須の280号を終点まで乗車します。今回は9号車の指定席を確保しました。ということで E5 系のグリーン車の座席紹介のお時間、と言いたいんですが動画時間が10分を超えてるのでサクサク行きます。全体はこんな感じ。リクライニング、読書灯、フットレストはこちらのボタンで操作します。ちなみにリクライニングはこれくらい倒れます。グリーン車なのでコンセントは前席にあります。だいぶすっ飛びまして大宮の手前です。この辺りは新幹線唯一の複々線区間になっていて、また入社取るとの並走区間になっています。大宮以南で同じ線路を走る関係上、新幹線同士の並走は滅多にありません。さて東京に到着。E5 系のグリーン車は何度でも乗ってみたいですね。さて動画本編は以上とさせていただきます。この後は横須賀線と南武線を乗り継ぎ帰りました。それはさておき、今回の動画はいかがでしたでしょうか。磐越西線の乗って楽しい列車、何度でも乗りたくなるようなものでした。これからもいろんな乗って楽しい列車に乗ってみたいと思っています。次回の鉄道旅では、動画本数を3本に分けて、北陸方面に行ってきた模様をお届けする予定です。動画公開までは気長にお待ちくださいませ。ではこの動画はここで終了です。今回もご視聴くださいまして、ありがとうございました。